ますよね。いやもちろんですね、この辺でね弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。ここも空振り、ファウルです。ちょっと振り遅れましたね。変化球空振り、ワンアウトです。打順は8番中村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。菊池、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。一塁線ファウルになります。打ち上げました。ファウルグラウンドへのフライです。バッターボックス小林、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球空振りです。さあ2球目は何か。三塁線ファウルになります。打ちました。伸びていく、ヒットになりました。バッターランナーは二塁まで。初球は何で来るか。初球変化球がいいところに決まりました。次は2球目、外の低め見極めます。打ちました。ボールを拾ってチャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。2番バッター柳田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。初球打ちヒットになった。サードランナーホームイン、1点。バッターボックスには3番小野崎。まず何を投げてくるか。見送ってまずはストライクです。痛烈な打球、入った、ホームラン。いや完璧に捉えました。見事。ホークス、バッターは4番吉田。ベイスターズホームランで得点を挙げています。ファウルになります。これもファウル。またファウル。さあ4球目は何か。痛烈、入れました。ファールボール、打ちました。高く上がった、センターオーバー。バッターランナーは二塁まです。初球は何から入ってくるか。これはファールグラウンドへのフライです。掴んで小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。さあ勝負してくるのか。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、打ちました。センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打席には4番バッター吉田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。うん、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みます。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。ベイスター、初球大きな変化球がいいところに決まります。振ってきませんか。振ってきません、外れています。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高め空振り三振。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。変化球打った、ファースト取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、スタンドファウルボール。2球目は何で来るか。低め打った、ファースト抑えた、そのまま入って1。バッターボックス丸、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。これは決まった、打ちました。センターに抜ける、先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。
7番バッター宮崎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正して破りました。センター前、ベイスターズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には中村が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。この場面でどこまで詰めていけるか重要なんで、しっかりとランナーを生かしてほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。レフトを持っていった、フェンス直撃、中継にボールが送られる。打った、抜けていった、サードランナーがホームに。これも初球打ち、うまくさばいて二塁アウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。バッターボックス柳田。ベイスターズこの回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、初球打ち入った、ホームラン、逆転。いや完さあまず1球目、初球打ちヒットになった、ランナー出塁しました。打順は4番吉田。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。インサイド押しました。フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール打ちました。痛烈な打球、ノーボールツーストライクです。打ちました浅村、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあツーアウトながら追加点の欲しい場面、この辺りの追加点はダメージです。ファウルボール、ファウルです。空振り三振。8回の裏、追いかけるホークスの攻撃。バッターボックスは8番浅村。今日はまだ当たりがありません。追っつけて打ちました。一塁線落ちてフェア。バッターランナーは二塁。さあそして打席には城島が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。また初球、あーっとボールを拾って一塁アウト。さあそしてバッターボックスには柳田が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。ここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。掴んだ、タッチはアウト、ワイプレイ。ご覧いただきます。キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。そうですね、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。打ちました、増田が抑えてスリーアウトチェンジです。9回の表ベイスターズの攻撃、バッターは6番丸。先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。ベイスターズリードで迎える最終回です。次が3球目、ファウルになります。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入った、ホーム。いや完璧。バッターボックスは7番宮崎。先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思いますよ。期待しましょう。高め打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトランナー1塁です。8番バッター中村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、チャンこれが1球目、ストレート打っていった、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。ライトに持っていった、頭上を越えた、サードランナーホームイン。セカンドランナーも今
打ちました。ショート取った、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。2番バッター柳田、先ほどの打席で逆転となるスリーランホームランを放っています。いや、いいところで打って、ここ引っ張った、ファーストが取る、一塁アウトでスリーラン。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。鈴木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒット、これが初球。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番吉田、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるとインコース、ファーストの横抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス丸、先ほどの打席最後は空振り打ちました。取った、セカンドフォースアウト。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。